け？共和国軍が攻めてきた時。俺車から落っこちたナナたちを大きな人形でピューンって来て助けてくれたの。ユーナお姉ちゃんも一緒だったんだよ。行きたかったんでしょ。そりゃまた置いてけぼりだからね。ただ君を置いていくのは違うと思ったんだ。僕はもう知ってるだろうが、本当は本校に行くはずだった。長きにわたり皇族を守り続けたヴァンダール家の一員として、セドリック殿下の護衛を兼ねて共に入学することを疑わなかった。だが去年の秋、政府の決定でヴァンダール家の役目は解かれた。皇族の護衛という栄誉を一貴族に独占させるべきではない。そして兄は辺境に飛ばされ、父や叔父たちも軍務に封じられ、僕自身も殿下の護衛を禁じられた。ただの焼けだったんだ。本校ではなく文校を選んだのは。クルトさん、正直クロスベルについては伝聞程度しか知らなかった。大国であるエレボニアに併合されて、むしろ安心だとすら思っていた。でも人の誇りというものはそんな単純なものじゃないんだよな。君たちが味わっている無力さに比べたら、僕の悩みなんてちっぽけなんだろう。そんな風に思ったら、とても君を放ってはおけなかった。私はユーナさんがなぜそこまで落ち込むのかわかりません。故郷などはありませんし、生物学的な親からも生まれていません。そもそも必要なく感情が動くように作られてはいないと思うので。でも昨夜ユーナさんが叫んでいるのを見て、なんだか胸がモヤモヤしました。それで教官に放っておいていいのかと言われて、私がここに残っている理由はそのくらいです。アル、私こそそんな大層な理由じゃないよ。本当は分かってるんだ。どうしようもない現実があっても歯を食いしばって頑張るしかないんだって。私のはただのわがままだよ。君とは久しぶりかな。僕のことは漂白の詩人オリビエとでも呼んでくれたまえ。エレボニアの宝刀王子とはあくまで別人なのだからね。あくまでそちらはアルフィンが本命だからね。宝刀王子はテーマパークを借り切ってミッシーと戯れていることにするさ。私の代わりに、どうか迫り来る最悪からクロスベルの血を守ってください。ああ占領した後、当然もう一つの宗主国であるカルバード共和国は黙っていなかった。帝国軍に匹敵する兵力と機動性の高い戦車とガンシップを組み合わせた。それをもってクロスベルに侵攻して帝国軍を追い出そうとしたの。帝国軍も戦車と機甲兵の師団でなんとか迎撃しようとしたけど、
開戦当初は共和国のガンシップに何度も前線を突破されたみたい。占領直後の混乱で多くの人たちが動揺していて、市街から周辺にある農村や鉱山町に疎開する市民も多かった。うちもせめてケンとナナだけでもアルモリカ村に逃がそうとして、警察学校から戻った私が知り合いの人の運搬車に付き添って二人を送っていくことになった。それがあの日だった。村に向かう途中の街道で共和国軍のガンシップと遭遇したの。帝国軍の迎撃で被弾して、操縦士も強行状態だったのかな。どう考えても軍用車両には見えない運搬車を狙って攻撃してきた。運転手のおじさんは必死で操縦したけど、運搬車は吹き飛ばされて、私たち兄弟は地面に投げ出された。悔しかった。なんで私はこんなにも無力なんだろうって。入ったばかりの警察学校の訓練は何の役にも立たなくて、せめてこの子たちだけでもってケンとナナの上に覆いかぶさった。その飛んできたのは灰色の影、工芸品みたいな騎士人形だった。暴走してたガンシップのローターを一刀で切り落として不時着させて、私たちの命を救い上げてくれた。大丈夫？怪我はないか？手を差し伸べてくる人形からは若い男の人の声がして、それが後に灰色の騎士って呼ばれるあの人の初陣だった。うまくいきましたね。次もよろしく頼むよ。やっぱりしっくりくるわね。そう言ってもらえると嬉しいよ。